お世話になります、ひとりでございます。2020年11月11日に巨大メルメタルが配布されましたが、その配布はポケモン GO における TL つまりトレーナーレベルに応じて高い順から行われましたよね。今まで剣盾のイベントをやるに際してポケモン GO の進行度は直接的に関わりはなかったですから、ポケモン GO ってやればよかったと思った方は多いのではないでしょうか。ポケモン GO はまだ平成28年の2016年7月22日の私が大学生でぼっちってた頃に配信開始され、そういえば配信日大学中がポケモン GO の話題で沸きまくってて、インストールすらしなかった私は疎外感が異常だったな。それはいいとして、配信開始からすでに4年以上経ってますが、今から始めても TL40 にすぐ行けるか気になりますよね。今では TL50 まで解禁されてしまっていますが、私は配布すらすぐに受け取れない実況者としての怠慢を許せなく、 TL40 に行きたくて行きたくて震えました。多くの方も同じく行きたくて行きたくて震えていると思いますので、今回は今からポケモン GO を始めて何日で TL40 に行けるか検証していきたいと思います。はい、じゃあ私たまたまですが iPhone12 発売しまして、それも買いましたんで、すごいいい状態でね、新しくポケモン GO を始めていきたいと思います。まだこれ1回も起動してないんですが、やっていきましょう。もう完全に初めてですね、この状態からいきます。生年月日は私と皆さんには公開しませんが、やっていきます。新規のプレイヤー、よし始まりましたね。利用規約に同意、OK。ウィロー博士どうも。なんか全然普通のポケモンシリーズと関係なさそうな感じですけど、男を選んでいきましょう。黒にします。髪はド派手に白でいきましょう。まあ、この辺りはいつでも変更できるということで、後でやっとこう。これでいいですか。はい、近くにポケモンがいるぞ。早速このモンスターボールを使って1匹捕まえてくれ。どれにしようか。人影、ゼニガメ、やっぱどうしようかな。こいつはゼニガメでしょ、やっぱこれで。ちょっとわー、ミスったわかすげえ初心者感が丸出しですが、許してください。まあ、こんな状況からね、どれぐらいでいけるかってことが知りたいわけですから、むしろいいアピールでしたね今のは。はい、これで、トータル 700XP ですから、この XP をねいっぱい貯めるっていう感じですよね。ちょっと私分かってないんですが、まだシステムがね。はい、登録は早速。ヒコザルいいんじゃん。ヒコザルなんかいきなり出てくんだ。これで捕まえてみましょうか。おーおーおー、すごいねすごいね。はい、ゲットできたいきなり。まあこんな感じでね、じゃんじゃんやってくっていうことですね。オッケーオッケー、捕まえた。いや結構楽しいわ、今の時点で楽しいですね。カメラの準備ができました。お、レベルアップ、いきなり3レベルになったぞ。まあ、とりあえずね、いろいろ捕まえよっか。難しいな、ミスった。うわ逃げたし、うわ逃げられんのかい。なんかまあいろいろ調べたところ、まあ結局一番効率良さそうなのはフレンドを作って、その人たちにプレゼントを送るっていうのがまず重要で、それを毎日やって、まああとは捕まえたりレイドやったりっていう感じで、まあコツコツねやっていきたいと思います。はい、 OK、 レベルアップ5になりましたね。これで、はい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 、もう早速お香とかも使っちゃってるんですよね。もう課金してもいいっていうルールでやってるんで、ガンガン使っちゃいたいなと思います。で、なんかレイドに参加できるとかできないとか、これってレイドできんのかな、ビリジオン。もうレベル的にはできるっぽいけど、これ絶対相手レベル高いよね、めっちゃ。これできんのかな、リモートレイドパスありましたから、これ使ってみよっか。いや、てか誰もいないのか、これ誰もいないってこと。誰もいないからできないのか。はい、突然の実写ですけど、私ですね、TL 高速で上げるためにいろいろね、強化しました、環境をですね、まずこの iPhone ございますけど、このリングとかねつけて、でさらに私 iPhone ね、こういうケースとか絶対つけない派なんですけど、わざわざつけて、それでこのリングもつけるというね、それでこういうちゃんと、がっしり持って、それでこういうふうにできるようにね、ちゃんとしたスローができるように。まあもともと私スロー下手だから、まあこんなのつけたら大して変わんないんですけど、まあやりやすくなると。でさらに私もう一個ね購入しました。それは何かというと、モンスターボールプラスで、これはですね、普通に新品でも買えますけど、ピカブイのソフトの、なんかモンスターボールプラスとセットみたいなやつがあって、メルカリで、新品未開封のものがですよ、普通の値段より2000円ぐらい低くですかね売ってましたんで、買いました。まあ、ちなみにこれミュウ入ってますので、あと、でね、剣盾の方とかで、ミュウもゲットできるので、めっちゃいいですね。新品未開封はありがたい。ほとんどが中古で売ってんのに、まあ今更買ってる人なんていないと思いますけどね、本当に。
はい、これでイーブのやつちゃんと手に入れました。若干開けた形式あるような気がするけど、まあいいや。ちゃんと未開封でしたね。こういうシュリンクっていうんですか、周りの袋みたいのもついてるんで、しっかりしたやつです。まあ、とりあえずこれはね、また後でねやろうかなと思います。それでこれが一番メインのねやつですね。モンスターボールプラスです。これで何ができるかというと、道具がね手に入る場所みたいのがあるんですが、そこからですね自動で、道具とか集めてくれるんで、わざわざねスマホを開く必要がないと。で、まあ具体的にはこれで私はねギフトっていうものを集めてですね、それをフレンドの人に送って仲良し度みたいのがあるので、それを高めて、それで経験値稼ぎをしたいので、まあこれが必要ってわけですよね。これじゃんじゃん使ってやっていきたいと思います。まあ使い方はただ Bluetooth かなで繋いで、それで、やるだけですよね。はい、ということで結構飛びまして、2021年3月16日22時15分でございます。ということでもうすぐね、レベル上がるところです。今レベル39で493万8043ということで、あともうちょっとなんで、こっからね XP さらに稼いで、40レベルいきたいなと思います。まあ、やり方は、まあ、幸せ卵使ってそれで進化させるって感じですかね。これでやっていきましょう。はいはい、これでこっちに進化のやつをまとめといたのでやっていきましょう。シードロは進化しないわ。進化させないやつもいたけど、シシコとかねこいつら適当に進化させていけば、さすがにねもうちょっとで40いきますので、進化1体で 500XP でその2倍だから 1000XP か、ですから70体ぐらいかな。だから30分で多分できるかな。お、あともうちょっと499万8000ですね。はい、これであと2回。あと2回。はい、これで、ラストかな。ラスト。いけ！ゴニョニョで進化。メダル5個をゴールドにする。みたいな感じの出ましたね。はい、行きますよ。戻れ、戻って。きたー！ 40 レベル！レベルアップ！来ましたね。お、めっちゃいっぱいもらったね。孵化装置とかもらえた。よっしゃよっしゃ。これだけかい。あ、なんかメダル来ましたね。ポケモン2000匹進化できた。これ関係ねえか。ついでにできちゃったんだね。あの、私いくらちょっと課金してるといえども、幸せ卵そんな無駄には使えないので、ちょっと使わさせてください。一回その後ちょっと話してします。はい、ということでひとまずね、幸せ卵全部使い切りましたと。で、とうとうねレベル40来ましたよ。目標達成でございます。よっしゃ、こちら見ていただきたいんですが、歩いた距離307キロ。これ多いのか少ないのか全然わかんないけど、捕まえたポケモン2万ということで、訪れたポケストップ17000。これも全然どうなのかわかんない。他の人と比べたりしてないから。で、トータル XP 2000万ということでね、おめでたいですよ。で、始めた日、これ2020年11月19日ですから、ですからだいたい4ヶ月ですかね、かかった時間としましては。なので結構かかりましたね、時間。私ほぼ YouTuber 専業でやってるんですけど、その編集とかでなんかシェアオフィスみたいなところでやってたりするんですよね、編集作業。なのでそこの間自転車で行くんで、まあ自転車は全部距離が反映されてるわけじゃないですけど、歩いた距離とか稼いでましたので、なので特別ね人より多く歩いたりしたとかってことはないんですよね。てかポケモン GO のために歩きに出に行ったことはほぼないっすね。1回か2回ぐらいかな。で、さらに課金は4万か5万ぐらいかな。まあでも割としたかな。でもそんなね幸せ卵とかそういうのを常時使うためにとかはやってないですね。つまり XP 貯めるために課金とかほとんどしてないですね。 XP の稼ぎ方ってほとんどレイドやるのと、あと幸せ卵使ってさっきみたいに進化マラソンですか、進化させて XP 稼ぐことしかほとんどやってないです。で、あとはあれっすね、モンスターボールプラスですね。これでまあとにかくずっと動いてる間、どこ行く時もほぼねスマホ持ってそれ持って、それでオートキャッチしてましたね。はっきり言って XP 的にはたまらないですけど、それコツコツ続けたっていう感じですね。てか私服とか興味なさすぎて初期装備のままですからね、まだ。
これで達成したという。まあですから私そこまでねがっつりやりまくったっていうことはないっすね。ポケモン GO 唯一一日中ポケモン GO やってた日は、まあ、関東のイベントのやつですかね、そんぐらいかな。なのでそれでも達成できるっていうことなんで、まあ、これからね始めようと思ってる方も、まあ、まあ4ヶ月って結構長いっすけど、そんぐらいでまあ40まではいけるということでございます。ただ私が始めた時ぐらいにもう50レベルまで解禁されちゃったんですけどね。でどんなポケモン手に入れられたかっていうと、まあそんなねめちゃめちゃレアなポケモンって多分ほとんどいないっすね私は。ただやっぱりポケモン GO だけにかけなくても色違いってまあここに書いてありますけど111匹もう手に入っちゃいましたね。やっぱすげえ手に入るんだなっていう。ちゃんとイベントごとだけは一応ねちゃんとねオートキャッチ丁寧にやってたんですけど、まあそれも自分で捕まえることほとんどなかったですね。こんな自動だけでほとんど自動です。自分で捕まえたやつなんかが多分10匹ぐらいかな。ですがこんだけね集まるというすごいっすよね。本当にチート的っていうか色違い率高すぎっていうかみたいな感じなんで、これからやる人もね結構ねやっぱり色違いね確率高いとはいえやっぱ楽しいっすよ。いいっすよ。嬉しいので、まあ、私そんな色違い興味ないっすけど、まあまあ興奮しますよ。ですので皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ただやっぱレイドとかって基本的に1日1回しかできないのでやりたくなっちゃうんですよね。ですので課金だけはねしすぎないようにご注意ください。ということで検証結果、今からポケモン GO を始めて118日でTL42いけるでした。私は YouTuber ほぼ専業でやっていて、がっつりいろいろなところに出かけに行くということでもなく、事務戦もほぼやらずレイドもやらない日の方が多い状況でしたが、これだけの日数で達成できました。それでもコツコツやれば4ヶ月でいけてしまうので今から始めるのは全然遅くないでしょう。ただもう今は TL50 まで解放されていて、そこまではさすがに今から始めると本当大変だと思いますけどね。といってもポケモン GO は将来的な剣盾とかとの連携によるメリットだけでなく、純粋に色違いをゲットしやすいですし、最近は色違いミュウも登場するイベントが出てきましたし、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。海外に自由に行き来できる時が来たらホッケモンゴルに持っていくついでにやってみてくださいね。